日。はい、どうも。どうも。こんばんは。今日はね、この3人のメンツで申し訳ないですね。ちょっとレンジさんは後から来るかなっていう、やっぱあれってなっちゃうからね。なぎ寝起きではないからね、これ普通に寝起きから数時間経ってるから、ちゃんと頭どしたんじゃねえよやっぱなぎさん言うてるから爆発してる。まあそうだね、爆発してるみたいに見えるね、うん、俺最近ずっと思ってたんですよね。でもまたゆうじゅうさんもちょっとね、今日はね来れないかもしれないっていう状態だね、うん、で一番端にいる女の子みたいな感じのは新しく入ったみーくんです。みーくんです。みーって言うんですね。そう、みーです。とりあえず、うん、そんな感じで。やっぱみーですよ。最初の CM かな。お願いします。ちなみに女の子じゃないからね、みくんじゃなくてみーみーみー伸ばして、ね、伸ばしみー伸ばしでみー伸ばしみー伸ばしみーで、どっちでもいいっす。どっちでもいいんかい。ちっちゃいでも。え、名刺の名前どうするんですか。名刺の名前は普通に MI で。ああ、 MI で MI で。俺も最初 KAI で会にしようと思ったらみんなに止められました。そんな戦いきさつあった。貴族みたいだね。MI でよくない。 MI にしたっすね。 MI にしてるからね、大丈夫。いや、何でないします。今日ね、本当にね、もういつものね、いつものね、メンツがね、いないとね、こうもね、普通に、あれだよね、放送事故としかなれない感じがする。なぎ、何爆発させたの。何も爆発はさせてないね、うん、普通に髪の毛は。なんで最近それなんですか。楽だからって。いや、多分拾われてますよね、小言。楽だからね。だからこれやってるだけだから。ずっとそうっすよね、最近。最近ね、楽だ。楽ってことはやっぱそう、寝起きの。いや、iPhone はついに爆発して、ちゃんと iPhone 残ってるから。あるから、あるから、ちゃんと携帯残ってるから、ちゃんと。カイ君。はい。呼ばれてますよ、カイ君。はい。何続かれてる。え、じゃあなんで寝癖直してんの。寝癖じゃねえよ。寝癖ではねえよ。ちゃんとやってるから、ちゃんとパーマ風みたいな感じでね、セットしてるだけだから。でも寝癖も若干入ってます。ヤギだから角か。角ではないけどね。角そんな生えてねえでしょ別に。やっとヤギ出ましたね。いや、さっきも出てる。最初あ、出ました。出てる出てる、すでにもう。だからさ、このヤギで定着してるの何なんだろうね。本当にヤギちゃん。ヤギちゃんではねえけどな。俺ヤギちゃんじゃないからね。名字俺ヤギじゃないからね。今日から名刺変えるらしいですよ。変えるよ。もう最近発注しちゃったからね。じゃあ俺が新しく頼みますよ。バカやろ。ネタのやつか。一番高いやつで。ヤギ。ナイトチューブ見たで。ナギ無料。ナギは無料ではねえぞ。初回無料な。おう、うん。高橋でもねえぞ。ナギ無料って。ナギ無料ってなんだそれは。高橋でもない。おう、ほんとね。いいよ別に。俺富澤だよ、富澤。うん。何の話っすか。ん、ヤギちゃんって高橋って言ってくる。俺高橋ね。ナギのトッピング無料。あのね、ラーメン屋さんを、うん、崇拝してないね。俺つけてからそのラーメン屋さんの存在知ったからね。魚介系ではないけど俺は、うん、な、あの名刺もあのラーメン屋のナギと一緒にしたらいいじゃないですか。あんま狙いすぎっすか。狙いすぎだし、ちょっと俺でも多分あの作るのに多分金かかるからね。あの最初のあのね、やつがみーくんは、あ、メジめっちゃ好きっすよ。メジってなんですか。あ、メジグレーのバンドの何の。ああ、ようやく来た。あ、放送事故にならなくて済んだよ。レンジさんとユージさん来てくれたよ、助かるわ。いや、もう現時点で事故だよ。いやいや、当たり前だ。いや、もう、本当に終わったよ。ユージさんとレンジさん到着しました。いやどうしようと思ってましたよ。もう本当に放送事故だよ、本当にもう。出っ張ったっしょ。よかった、うん、本当よかったよ、本当に。やっと来た、本当やっと来たからよ、本当に救世主がなった。うん、まさしくそれで同じ子だよ。救世主。おっしゃ、俺のビールは
ちょっと寄ってほしいんだけどな、ナギ。よし、やっぱやっぱ。よいしょ。よいしょ。二人とも何してたのって言われてる。はい。よいしょ。ちょっと、何してたよ、確かに。もっと寄ってよ。ナギ。ナギ寄れよ。ナギ入らねえんだよ。入ってる、入ってる。こっちは入らねえんだよ。ちょっとアメリカ感。ああ、俺か。アメリカ感。本当だ。ちょっと昨日からスターになったんで。星はダメだろ。ダメか。スター目指してんだけどな。お、昨晩はお楽しみでしたね。いやー、昨日誕生日でした、僕。はい、お誕生日でした。みーくんはメジ好きなの？あー、終わった、ごめん。お、いやいやいや、こぼすぐらいがちょうどいい。これ、ゆうゆうさん。あれ、自己紹介した？あ、自己紹介。あ、なんかあれだな、これ、おかしいな、位置が、あれの LINE の位置が。あ、LINE の位置が、LINE の位置がおかしい。レンジごときが何偉そうに、ふざけんじゃないよ。俺だから偉そうでしょ。一応代表だからね。一応代表。放送事故を起こしてましたよ。何放送事故って？いやもうなんかついに飲んでしまった。ミーが何をしよう。いや飲んでない。衣装色、衣装もうちょっとでも暗くしようかと思ってる。レンジごときが何偉そう。ゆうじくん髪色いいってよ。よいしょ、乾杯。あら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 バリピだよ。あケピ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 。なに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 。乾杯乾杯。あ、乾杯乾杯。なるほどなるほど。なんだよ。ケピケピ乾杯。あ、好きなタイミング。中二病か今日のレンジ。今日の好きなシリアのチェキは。あ、今日、あ、そうだ、今日のあのナイトチューブの、あ、ツイッターの本当はあれやってくんじゃなかった。なんすか。なんかコスプレしてくるっす。いや、コスプレはまだあれ、衣装ができてないんですよね。あ、まだ衣装、まだまだ、多分月末。あ、コスプレ。来月だって。来月からか。見て、ブレスケや。やべえ、今日なんか、競馬見ながら、ビール飲んで、なんだっけ。餃子すか。餃子食ってたら、すげえ匂いになっちゃう。勝ちました。3点セットじゃないですか。3点セットでやっちゃう。勝ちましたか。勝ってねえよ、今日負けたんだよ。今日負けたよ。レンジ、今日の6倍買ってた。いや、今日買ってねえんだよ、俺、負けたよ。なんで知ってんの6倍って。あ、6番買ってねえよ。なんでよく6番買ったってよかったね。全然分かんない。6番、10番、18? んごめんね、足遅くて。お前か、出たの。じゃあ何でもいいんだけどさ、俺マジ野球見に行きたいんだよね、東京ドーム。おー、プロ野球、もうこの季節になると俺バッティングセンターばっか行ってっから。バッティングセンターばっか行ってっから。ちょっと今度自分のあれで、ね、バッティングしよう。夜のバッティングを。夜のバッティングを。夜のバッティングはレッツさんだけかな。で、あの君たちはどういう会話で始まったの？ヤギさんの。ナギのギャグから始まったの？いやいや、ヤギネタがね。頭からまず始まりました。マジで？頭爆発し、何爆発させたの？髪の毛どうしたの？最近ずっとこれじゃないですか。好きな女性のタイプ。野球のイメージない。そう、俺もともと野球部やね。意外だよね、野球大好き。大好き。何部だったの？ミーは1年ぐらいバレーボール部。あ、バレーボール部。バレーかっこいいな、バレーって。俺バック、あ、バックじゃねえ。それはレンジさんの好きなタイプ。はい、バスケでしょ。野球より車術使いてえ。車術、あ、やってそうだよ。夜の三冠王。お、横にいる。こっち、夜の三冠王俺に任してくれ。アメリカンな人が。うん、バスケがかっこいい。バスケかっこいいよね、男の。バスケでもなんかあれ、室内なんで。ああ、あんまり見られない。なんか一緒にいるジョバスの子に大体その子のケツに目がいっちゃってる。レンジさん、アメフト、アメフトじゃないよ。確かになんかアメリカがっぽいで。確かにアメリカっぽい。プリクルスリーって何？安西先生。バスケがして。安西先生の子。何で丸にしたの？何で丸にし、逆にするんだったら安西先生の子。なんかそこだけ見るとなんかちょっといやらしいよね。ベスケがして。トリプルスリーって何？トリプルスリーはそりゃもうあれね。俺シリアにねえわ。シリアネタがすごい。シリアがネタがね。ほんと爆弾落とすぞ。ほんとスケベスケベがしたい。それ俺言おうとしたんだよ。スタジオシリア、スタジオシリアって何だ。そんなスタジオあんの？ユージのツイッターも常にここなんだね。ああ、ほんとだ、ほんとだ。今週のレンジさんを楽しみにしてるから、みんな。うん、今週、あ、俺でも26日はコスプレするよ。ガーラ、ガーラやることにしました。あ、ガーラなんですか。ガーラ、じゃあ俺、カカシ先生ガーラやるよ。ガーラ先生、ナルト。嘘、デイダラ。デイダラ、デイダラ、デイダラ。ホームラン、盗塁、セクロスが30秒。誰、やめとけ。トリプルスリー、バカにすんな、お前。
難しいよ、取り組むシリーズお前。ホームラン30本、盗塁30、下がっとやってたのよ。あと打率か、打率が3割だ。夜中のハットトリック決めてやるよ任せろ最近オナニーしてねえな。やべえやべえ、オナニーしてる。みいや、出てきてから出てきてからしないのレンジサッカーボールにするんですよ。お腹そんぐらい丸いけどよ。ちょっと痩せてきてんだよ、こっちだってよ、うん、好きなテンガの種類は、うん、テンガは違うお店にいるよ好きやつ そのテンガじゃないそろそろブレスケアの時間も、うん、あ、なんか欠けてんぞ、これレンジの抗がん でサッカー俺の抗がんで俺もやりたい、俺もやりたい、それ俺の抗がんでサッカーしないでやる俺もやりたい行ったよ、ピンカマンだよ5分に来てプレスカーや、結構やべえぞ。絶対シュート決められないねでかいね、卓球だね、せいぜい卓球じゃねえ。卓球だったらいけそうだよ。抗がんは卓球で、みんなで卓球大会したいな。抗がんで抗がんで誰の使うあれですよ、あの前の時に社員旅行でやりましたよ、卓球大会。卓球大会やりました。大丈夫かな、来月従業員旅行行けるから、みんなの頑張り次第なんだけどね。まあ最悪あれ、うん、ランランと二人で行ってきますわ。あ、ランランと二人でどこランランと夜の旅に行ってくるみたいな。ランは今店にいるよ多分、うん、今何人ぐらい見てんだろうねこれね。えいやー俺も二日酔いだよ昨日、うん、ちゃんとお祝いしに来てね、今月誕生日なんで。僕レンジが20人見てます、怖いよ、うん、3000人とか絶対うせえ。3000人はいかないよ。あの多分一桁間違えてるよ。300人ぐらいだったらありえるかもしれない。なんなら3人3万人マリア見てるかな。マリア毎日見てるよ。マリア見てるよ。ひろゆきと毎日見てるあ、一昨日会ってきてるマリアと。来月行くね、うん、来月レンジさん来月行くね。わかったよ、ちゃんとお祝いしたよ、うん、マリア今年中だったら後祝い待ってますね。今年中って長いな。長いな、ちょっとなるべく来月いっぱいまでで、じゃないと違う人の誕生日になっちゃうからね。フリーザーの先輩の53万、うん、レンジさん来年行くわ。来年は遅いわもう多分俺もうくたばってるわヤクザに殺されてるわ、うん、間違いなく埋められてるよ多分来年ぐらい。来年お見舞いだよそれも。賭けの残り額シリアボンドで払ってシリアボンドシリアポンド。シリアポンド、なんだそれ。シリアの通貨、うん、っていいかけ。カイ君髪切って髪切れ、ね、すげえちっちゃくないですか、うん、急にかけの残り額シリアポンド、いやあと、うん、か返そうかちょっとずつでいいから返していこうか、うん、髪切って髪増えたね。髪切って髪増えた、髪切って髪増えた、ね、あ逆、あボリューミーってことか。カイ髪の毛暗めにした方がいいんじゃない。いやしたいんですけど、うん、暇ないですね。あ、暇がない。本当にしたいんですよ、暗く。暗い方がなんか俺は好きだな。カイはズラ、ズラじゃないよ、ね、レンジ増毛しすぎなんでもともとハゲの設定なんだよ、うん、ハゲじゃないよ。俺も髪暗くしよっかな。ズラがズレてる。ズラ、なんか今日髪の毛変なんだよね、なんか。なんかアメリカ意識しすぎだな。うん、ちょっとアメリカも意識してるレンジ星いっぱいつるけど、偉いの、偉いよ。ずらじゃない、カツオの銀玉か階級で、うん、誰かスキンヘッドにしよう。誰にする。誰、ナギ。ナギ、スキンヘッド。なんでや、スキン、なんでやナギあたり。スキンヘッドか、または玉袋を引っ張る。ナギがなんで無難なんそう、無難だよ。まあ確かになんで無難なんだよ。ナギの玉袋ゴムパッチンしない嫌だわ、絶対に痛い悶絶する。なんだよ、レンジ好きなの朝鮮って国変わってるよ。レンジ好きな朝鮮、しかも今女性から今日は絶対俺変なことしないからなって送ったら変なことしてって言われちゃったよやるしかないですね。変なことしないわ。リクエスト、何のリクエストよ、出して。好きな朝鮮求められてる。いや求められてるな。何の子がってビリヤードしない。何の子が絶対痛い。いやゲートボールだなゲートボールだな、うん、知らない本当に。ちょっと写真送ってやろう、ちゃんと今撮ってるよっていう。すごいな、ナイトチューブのシャメ撮るやつ初めて見た新しいっしょ。ゲイとボール、ゲイとボール、あ、ゲイとボールいいね。ゲイとボールしようか。お題恥ずかしかったんだけど、かましたいだけ、かまさないわじゃあ、ゲイとボールするってことで一回 CM。
ピー。ハリピー。やっと会えたね。やっと会えたね。やっと会えたね。何話してんだよ。カオルくんじゃねえかよ。おっと、また。ハビピューだ。ハビピュー。ハビピュー。昨日もハビピュー行ったな、俺。どこもこの髪の毛が水揚げに。ハチハチ。ハビエル、ハビエル。ハピエル、ハピエル、ハピエル、ハピエル。パリピ？天使っぽくなりましたね。ああ。せっかくのイケメンを。せっかくのイケメンをピックアップしないと。誰？かい？鼻がかいいな。ミイ君じゃないですか。ないです。絶対ないです。ミイ君やめした？第573の人。やめしにくい。やめしにくいよ。しにくいから切り。早くキリン。ちょっとミイ君もね、ちょっと。今後売れる人材だと思うんでね、ちょっとまずは増毛、あ、もうこれ以上増毛させちゃダメ。なるほど。みーくん、髪を切ってね、ちょっと髪色をちょっと染めて、みーくんのみーつく、みーくんのみー作ろう。毛だらけ。あ、うちのモルエルでいいじゃん。モルエル。モルエル。ちょっとみーくんモルエルっぽい。みーくんちょっとモルエル。あ、モルエル。ちょっと髪の毛。ちょっとモルエルっぽい。髪の毛モルエルだね。ちょっとモルエル感。現地名変える？モルエル、モルちゃん色だよね。そう、モルちゃんってなんか、ね、色も。モルちゃんまた出てきてほしい。コナタに言わないとな。あ、そうなんだよね。元気だと思うけどね。うん、元気よ。すぐ動くから。コナちゃんいないよ今。いないの。そう、レンジさん今日アメリカンなの、うん、アメリカンなんですよ。ちょっと意識しちゃったよ。いないんです。いない。コナタ飛んでないよ。飛んでないよ。うん。ああ、今モルエル探す旅に出てる。モルエル第2のモルエルかな。モルちゃん脱走したからよ。脱走したんかい。ちょっと捕まえ、下手したら真相あたりに飛んだんじゃない。それミカエル、ミカエル、ミカエルか。それミカエルダメだ、かわいすかっこよすぎる名前が。ミカエル、ミカエルのことか。ユージの愛人レンジさんが好きなトランプなんて初めて聞いたよ。遊び方は好きなトランプの遊び方。うん、トランプレンチさんあれだよ。シス、うん、あれだよ。ババ抜きだよ。ババ抜きだよ。引いたらマリアが出てくる。いやいや、パピンかもしれない。パピンか。ウノの遊び方で。ジジ抜き。ウノって1個しか抜けない。あ、ウノね。ウノは関係ないね。ウノやりてえな、久しぶりに。みんなうちでウノをしに来よ。うちの店で。うちの店で。高えウノだな。金のかかるウノだな、また。ウノってスペイン語で1って意味だからね。ウノだから最後にウノって言うんだよ。うん、プチ。さすがシリア人。シリア語じゃないわ。コートジボワール人だから。スペイン人なの。いや、ペルーですね。ウホウホってなんだよ。何人なの。こっちが聞きてよ。何人じゃ結局。俺がだんだん自分何人か分かんない。何人なんでしょうね、僕は一体。そう、この間、この前、外人名、外人名って言ってたらさ、ペルーの名産って何？あれ、俺からしたら全員が外人だよ、って。そう。それちょっと、ここ最近一番笑ったわ、そういえば。俺ら全員外人だ。ペルーの観光地、マチュピチュ。ナスカ、うん、ナスカの地上絵。あれ、マリアの地上絵ではないですか。マリアの地上絵だ。怖いな、みんなゲイ。みんなゲイっておかしいよ。え、マチュピチュだよ。マチュピチュペルーじゃないと思われてたってことだね。世界で3番目に世界遺産が多いのかな。たぶんレンジ、崖の残り、ヌエボス、ヌエボ、やめなさい。向こうの効果じゃねえか。うん、あ、効果ね。ソルっていうんで向こう。ペルーの有名な食べ物って何だよ。うまいですよ。2006年ギネスで1位になってるからね。美食の国で。おいしいんや。めっちゃうまい。アフガニスタンで日本料理どこで食べれる。一体俺何歳にしようとしたちょっと今度指名で来てくれた人ペルー料理連れてって。ペルー料理連れてってやるから。タコスはメキシコやね。ケバブはトルコやね。あ、そうなんですか。そうですけどね。コートジボワールにおばあちゃんがいるんだけど知らないわ。コートジボワール近いわ。何が名産品。名産品わかんないけど、なんかこう開けるやつあんじゃん。なんかこう瓶をなんかコルク栓抜きがチンコでできてるやつがいっぱいある。チンコの栓抜きがいっぱいあるね。栓抜き有名。うん、やば。なんでパキスタンだったりコートジボワールだったりそれ、ね、名産ちゃうよ。まあ確かにね。名産品。栓抜きは名産品。万抜きはないよ。万抜き自分で抜けやもん。万抜
きやばい、マン抜きはやばい、マン抜きはひどい、やばい、マン抜きはやばい、やべえよ、面白い、考えてるな、やばい、もうほんとゲスト行ってたな、ほんとうちの店何って感じだな、ほんとにてかそろそろ次のナイトチューブのなんかこう、そうだね、企画を考えません、もう犯罪店でいいんじゃない、犯罪犯罪者ばっかりになってきたから俺もそれリアル、それリアル、あの犯罪者ばっかりリアルだからね、やめよう、それやめましょう、ああそうだね、次の企画何にしよう、そろそろ企画がないんだよ、今日のレンジの画像はもう上がってるぞ、やめなさい、今日ね、ないんだよ、ネタ切れなんだよ、まあ、ネタ切れ、あ、あれはハビエル 100% の動画ならあった気がする、あ、そう、あ、ちなみにあれ、おソースのトピックス用にあれも選びましたからね、僕ダメだったよ、ガチで気になる、マジで、いや、ちょっと言っていいですか、一応俺、レンジの競争今月頑張ってんだから、レンジの増毛計画違う、あの、本当写真がもう選べるのがなかったんですよ本当になかった、あのね、半分以上ブレてる、やばかった、トピックスの写真はね、朝ヒッチが撮ったんだけどね、朝ヒッチだっけ6だっけ、ちょっと物申したい、この下手くそめミカちゃんも撮ってましたよ、えミカちゃんも頑張ってた、うわ、ミカちゃんが撮ったらそれはダメだよ、まだトピックス出てない、トピックス見んじゃないぞ、ロクちゃん、ロクくんとチューしたの、あー、うん、そう、あの、俺ベロンベロンで上のバーでロクとチューした、あれもうトピックス乗ってんのもしかして、え、マジで、だけど、高橋シンクでええわ、乗ってんのもう、らしいよ、なんか、やめてくれよ、俺、ガチで全身黒タイツをさ、同業で来た、とある同業の人にや、ここら辺破かれてさここら辺と、あと、ケツ丸ごと破かれてさ、ドヤ顔で俺、それタワコールしてるからね、ほんとに、ホスラベに乗ってた、何、俺の全身黒タイツ、やばっ、やばっ、やばいっしょ、ドヤ顔でなんかこっちシャンパンコールしてんだけど、ケツ丸見えなんだよ、あれ隠してるの、トピックスまだ乗ってないよ、今年の優勝してないよ、乗ってないじゃないか、ね、まだやんね、誰だよトピックス、そうやってこの野郎、この野郎ピースしてって今言われたんだよね、はい、レンジ某掲示板で借金5000万で、いや、5億だな、5億いや、盛りすぎ、5兆5兆5兆あの、ビル・ゲイツに届くから、ビル・ゲイツもうちょっとでやべえな、俺5億だよ、俺店内がレンジ、アヘ顔、アヘ顔って何、アヘ顔、アヘ顔、アヘ顔、なんで目の前を向かないですか、なんか、ちょっと恥ずかしかった照れちゃった、ちょっと照れちゃったよ、俺おう、あれ、あれがオピースって35億スクショしたわやめろよなんで漏れる家具を、あー面白い、でもなんであれがしょうもないな、しょうもない外人だと思われてる、しょうもない外人なんですよ、それしょうもない外人なんですよだからいろんな国の名前、ちょっとマジで企画考えようよ、企画を、企画なんかグダグダそう、あ、誰企画考えないとって、お、分かってんね、しょうもないボリビア人です、そうだね、そう、そうなんだよ、何が面白いかね、なんか面白いことあっかな、飲み系にするとちょっと暴れちゃうからな、そう、凪の行くも、うん、ちょっとあのネタ系はちょっと今なしで結構ガチでね、ああ何しようか、こう、何がいいですか、筋トレ勝負、なんすかそれいや、ここでみんなでちょっと腕立てとかそう言えない、見えない言えない見えない、姉さんほらやっぱりどっかの外国人連れてやっぱケバブ屋っすよ、あ、やっぱケバブ屋、ちょっと妹連れてくるか、妹連れてくるか、俺の、いや、妹ちょっとあの普通にあの美人さんなんでやめましょう、じゃあ私服者メバトル、なんじゃそれ、あ、みんなに寝巻きで来ると、あー、逆に逆にみんなちょっと寝巻きで一回来てみて、寝巻き裸なんですけど、お、裸で来るしかない、俺もね、あの冷やし中華食べ始めましたっていうあの舐めた T シャツにパンイチなんだけど俺前のお店の従業員のバー製のやつ未だに着てるな、ナギ、レンジ、ユージュで誰が最初にナンパ成功するか、なんでその3人ナンパか、でも外、ここでできなくない、ここじゃできないんだよな、なんかツイッターとかだったらね、それはあったら、ですか、ツイキャスとかだったらツイキャスでやりながら、ガチで前考えてたのが、みんなでゴレンジャー、全身タイツでゴレンジャーやりながら歌舞伎町、ああ、言ってましたね、言ってましたね、ヒッチハイクでヒッチハイクでシリアン無理だよ、途中でくたばるわ、海渡らんとね、海渡らないと、海でしょ、海ね、海渡らないと、海渡らんと、海じゃねえか、やべ、ブレスケアの時間早いっすね、記念すがすごい早いっすね、講習を気にするな、お、
もうこっちは酒で肝臓やられてるからやべえんだよ。肝臓とあの口臭は違うぐらい。もう胃から来てる匂いっていうのが出るんだ。ああ、うん、ペース早いかな。ヤクルト、ああヤクルトってでもあれ100本1品飲めないんだよね。飲めないらしいっすよ。え、なんで？あれ絶対無理なの。できたらなんか100万円みたいな番組やってたんだけど、あれ絶対無理なの。ぽいのもうちょっと少なめでも飲めない、うん、なんで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 、なんか30本とか30本とかそんぐらいで、うん、なんかギネス記録に挑戦のコーナーやってほしいよ。もうなんか体が受け付けなくなるらしいっす、うん、あれすごい危険だから。ヤクルトに試合行かんの？あのね、ヤクルトはいいんだけど、俺阪神戦見に来てんだよ、ね、俺阪神だから。ガチでガチで。なんかギネス記録なんか挑戦したいね。ギネス記録？あれ、レモン早食いのやつしてます、ね。あ、レモン。あ、みんなで今度レモン早食いしてみる。多分俺、無理だ。で、おい、言い出しっぺがよ。無理だ。うん、何やる？なんか早食いする？ここで。早食い。なんか早食い俺めちゃめちゃ早いけどな。面白い。R1 100本飲む。R1 もきついでしょ。1分間で鳴らす指パッチにさ、いやいやおじいちゃんかなってから絶対ここ痛いでしょ。レモンって単語だけで酸っぱくなる。指パッチのあれ知ってますよ。あ、これこんなやつですよ。何それ。指パッチを鳴らすやつをずっと早食いは俺多分間違いなく一番だけどな。バナナをひたすら食べる。それの時朝日呼ばないとダメだな。ハンバーガー10個。特別ゲスト終わっちゃうよ。気づいたら企画ちょっと今度こそ楽しいので。なんだ、マクドのハンバーガー何個食べれるか。あ、食いたいけど今ダイエット中。鼻から牛乳飲まないよ。いつでも飲むよ。鼻から牛乳。大食いいいねって来たから。大食いいいんじゃないですか。やっぱ大食い、レジさん食べたら運動する。食べちゃうよ。走りてえな。あ、サラダチキン、うん、やべ、あと25秒。サラダチキンか。30分でどれだけ食べるか。まあじゃあ今度こそちゃんと企画を考えていくんでね。なんで100体、はい、うん、来週も見てくださいね。はい、来週もね、よろしく、はい。牛丼100杯。100は無理だな。無理だね。100は無理だ。モルちゃんゲスト。ダメで今、シンス行ったよ。モルちゃん、シンス行ったよ。だが断る。だが断る。また来週。おい。また来週。ありがとう。